応東大のね、はい、英検一級。なぜ、はい、単語がほぼ勘でしたね。皆さんにライティングをやってもらおうと思います。すげえ単語が出てきたんですけど、これ何ですか。そうで始まりました、うん、もちろんチャンネル。さあ今回はタワシです。あ、お久しぶりです。本当久しぶりにタワシさんに来ていただきまして、はい、久しぶりという感じです、はい、なんか東大受験終わって、うん、今チャンネルもね別チャンネルみたいになって、はい、そうですね、まあ、日常風景とおじさんの日常に誰が興味あるんだっていう、歯医者の一日みたいな、ね、感じでやってます。はい、見てください。あんまり多分この視聴者の人が鍵なくしたりしますんで、ぜひ見てください。そうです、リアルです。そんな、はい、タワシさんですね。まあ一応ね、英検目指すっていう話は聞いてるんですけど、英検1級ですよ。その前にまあ一応タワシさんのチャンネルではやりましたが、一応東大のね、会場だいぶ一応じゃないですか。一応やっておかないと、タワシさんのチャンネルを見てない人のために、はい、だいぶ昔の感じですけど、はい、自分の中では。さあ、はい、ではお願いします。ちょっとここ工事でめっちゃうるさいんですけど、東大二次試験の時の、はい、得点開示ですね。そうですね、はい、はい、こういった形になりまして、はい、国語90点中57点、数学80点中52、これ良かったんですよね。これ多分相対的な点で言うと今まででは一番良かった。もう圧倒的に良かったと思います、はい、そして世界史が35点で、これはどうでした。これずっと停滞してますね。もうちょっと いったと思ったんですけどダメでした。で日本史28点、これも低かったですね、うん、そうですね、はい、そして英語は66。まあずっとこの辺の点数という、うん、これは東大英語の僕は自爆にかかってます。はい、そして共通テストがまあ換算されて110点中86点なんで、はい、自己採点より何か上がってました。そう、自己採点できない人たち。はい、で合計が550点中324点と、はい、ということで何点足りなかったんでした。16点ですね。確か340点合格でした。16点足りなかったということで、それが大したの今回の結果でした。今回です、5回目、16点、はい、足りなんです。さあそんなタワシさんなんですが、はい、なんと英検1級をなぜ目指すことにしたんですか。はい、東大受験で英語をもう 5年ぐらい、5年近く勉強してるわけなんで、はいはい、である程度の勉強量はしてますし、はい、なんかそれをこう枯らすのはもったいないなということで、まあ、英語の勉強は引き続きやろうと思ってたんですけど、はい、まあ、その意味で、まあ、とりあえず短期目標というか、うんうんうん、英検1級受けようっていう、もうそれぐらいの英検1級って単語問題が東大英語ともう全然レベルが違うんですけど、はい、そうですね、一回過去問を受けたんですけど、はい、2022年の直近のやつですかね、うん、そしたらもう単語がほぼ勘でしたね。いやそうなんですよ、はい、マジで分かんないですよ単語。はい、なんか何問かいけるんだろうなと思って解いてたんですけど、全く全部分かんなくて。えいらないですもん、だって東大語にあんな単語全くいらないんで。全く初めて出会う単語ばっかりで。他やってみました。でも他は全部やりました。一応全部一通りの形式掴んでやってみて、あー、まあ、リーディングとか、うん、リスニングも、まあ、リーディングだったらできるかなと思う。リーディングは割とできましたね、うんうん、そうなんです、読解の問題には、はい、あの難しい単語出てこないんで。そうですね、リスニングはどうですか、東大英語のリスニング。一応僕はサブチャンで上げたんですけど、はい、リスニングもまあそこそこはできた気はします、うん、そうだと思います、難しくないです、はい、ぶっちゃけ。あ、はい、そうなんですね。英語できる人からすれば大したことないです。じゃあライティングはどうですか。ライティングはちょっと分かんないですね。どこだけできたか分かんないですけど、やっぱり東大英語は80ぐらい、うん、まあそうですね、少ないです。で英検は1級は240ぐらいでしょ。そうです、はい、やっぱりその分段落構成とか、はい、英語の内容説得力を持たすため理由を3つぐらい書くみたいな、そうそうそう、5段落しなきゃいけないんで、はいはいはい、非常にめんどくさい。そこがやっぱり大変だなと思いました。なるほど、はい、まあうちのチャンネルだとね、マリモが受けますので、はい、戦いですよ。戦いなんですか。はい、社会人で勉強する時間がないマリモ、はい、もう1週間なんですけどね、あと、はい、あ、なるほど、試験まで。まあ、なるほどなるほど。マリモもタワシさんもマリモ昨日参考書買いましたって言ってたんで。でもバックボーンがありますからね。バックグラウンドではなくバックボーンと言って、確かにそこからライティングは分かんないですもんね、どの風になるのかっていうのはね。いや分かんないっすね。ということで今日はタワシさんにライティングをやってもらおうと思います。全部振りじゃないですか。これもそうやって書いてくると思ってたんで、ライティングは分かんないっす。全部読まれてます。そう、全部読まれてます。相変わらず読まれてますね。でも僕は全部森田先生の手のひらの上で転がされてるんじゃないかって。いつも何かやるんだろう。毎回なんか書かされるんだろうなと。はい、その、ただ20分やってる間に、レターパック出してきたり、支払いをしてきたり。
事務作業をするというとやってもらうやつなんですけども、はい、ちょうど大学入試をやったので、はい、Has a university degree in the humanities lost its relevance in today's world? 意味は分かる。文系の学部じゃないですよ、Has ですよ。Has か。やっぱりこういうの、いきなりこの題名書く、写すところで間違ってた。文系の学部。Today も東大みたいなんですか、東大ですか、まだ東大。まだ書き終わってなかった。Today's world。だから今日において、humanities、人文科学か。人文科学の学位は、効果を発揮するかみたいな、うん、実用的かみたいな、まあ関連性があるこの世界にとか、はい、あとはレラバンス重要性なんていうのがありますので、はい、そういったものがあるかというもので、はい、今大体どれぐらいでやらなきゃいけないとか知ってます？時間大体25分ぐらいですか？そうですね、はい、20分から25分ぐらいで書けるとリーディングにたくさん取れると。ただもし田橋さんとリーディングの方が早く解けるんだったら、はい、そんなに入れなくても、はい、では20分ぐらいで行ってみましょう、はい、スタート。途中ですけど、はい、つまり3つの段落のボディのうち2つってことですね、はい、そうです。3つ目のアイデアまでいかなかったということで、はい、失格あーってなるんですか。英系はライティングが圧倒的に一番大事ですから、なんたって1問であのリーディングのブワーってたくさんあるものと同じ入ってるんですからね。確かに重要性が違いますので、はい、レラバンスのスペルもそうですね。レバランスって書いてある。これちょっと間違ってますよ、ね、はい、直しましたね。ここは何も含まれない、はい、In my opinion, a university degree in the humanities has not lost its relevance today. ちなみにパクリじゃなくてめっちゃね、いろいろ書けるといいんですよね。一級なんでいろんな言い換えが、すげえ単語が出てきたんですけど、これ何ですか。あ、普通にスペル間違えました。アンデルスタンデン言うだ。アンデルスタンデンSome areas of the humanities. あ、これ繋がってるんですね。はい。And many people who have a university degree in the humanities. humanities とは、はい、まあいろんな言い方ありますからね。アーツを使ったりとかね、そういろいろ。Perform their specific skills not only in their studying area, but also in their job. あー、studying area。まあ、フィールドオブスタディのことなんだろうなとは多分思ってた。フィールドオブスタディのことだろうなとはちょっと思いますけど、はい、分野って言いたかったってことだもんね。そうですね、はい、First, if you have been studying history and understood 現代完了進行形と現在完了形ですかこれ。はい。Until you have a university degree ってことですか。いや、歩道って言いたかったです。え、歩道、まあ、この辺間違ってるんで多分、はい、あれなんですけど、歴史を学んできて、さらにそれを理解している、うん、あ、ユニバーシティディグリー、その、うん、大学の単位を取るほど学んできて理解している。ディグリーは単位じゃないですかね。ディグリーは学位だ。学位ですね、はい、はい、学位を取るまで、はい、ずっと取るほどまで、あ、レベルを表してるってことですね。そのアップトゥーっていうか、そうですね、はい、アンティルだと時間ですよ。それをその時間まで、use かな、これは。You can use the knowledge in order to live your life effectively. For example, history shows that everything or everyone can't thrive forever. あ、まあ、ちなみに cannot の方がアカデミックライティングなんで。はい、But forever, when you understand this fact, you can avoid investing in something only considering temporary situations. なんていうか、はい、英語が苦手な人だとは思わないけども、抽象的なことをしか書いてない、説得力もない、もうちょい踏み込まなきゃいけないですね。そうですね。で、特に、まあ、ちなみに自分自身、そう、一級レベルなんで、サムティングって言葉大嫌いです。サムティング書く人、大体深いこと言えない人。マジで東大英語とかやってて、サムティングで書いてくる人すごい多いです。サムティングってなんだよってなるんで。ごまかす単語出てこなかったし、ね、うん、はい。で、このオンリーっていうのはこうだけっていう意味で書いてます。オンリー、この人はこれだけすれば、みたいなことかな。まあだから具体的なことは Thrive で繁栄みたいなでかいことを言ってたのに、はい、何かに投資みたいななんか話になんかだいぶ違くない、まあまあ、繁栄と何かに投資っ
って、はい、もちろん投資で成功する人はいるってことなんでしょうけど、ちょっと途中でここまでと書きたいことがここから書けなくなったんで、うん、自分の語彙力じゃちょっとずらしちゃいましたね。 Furthermore, if you major in psychology and have a university degree in it, you are more likely to be a... は?何ですかこのカウンセラーって言ったカウンセラーのスペルがすごいですけど、カウンセラー何のカウンセラー、心理カウンセラーなんですけど、心理って言いたかったんですね。 This kind of job become more and more popular. まず原型がいきなりここに This kind of job っていうのがこれ単数ですね、はい、is becoming more and more popular、はい、because a large number of people today have mental illnesses. なんで現在の人か限定なのかってちょっと思いますけど、はい、It is said that this is one of the good examples of university degree in the humanities. It's relevant today. だってオブなのに SV 来ちゃってるじゃないですか。どこさ Examples of university degree is relevant となっちゃってます。同格のざっと的にこのオブを使っちゃう。そうだ、なんで ここでだからここおかしいですね。オブにつながる同名詞にして、あとアニバーシティになってるし、やっぱ時間が足りなかったですね。ここに道とかか、そうか、だからまた書かれましたよ。ただしまた言い訳ばっかりっつって言い訳全部カットしてるここから今後全部僕の言い訳森江先生カットしてる。はい、ということで A と U を間違えるっていう癖があるんですね。ああ、それはちょっと頭入れておきます。僕これ確認して何回も書き直してなんか大文字しか書けなくなっちゃった小文字だったら多分間違いないですけど、大文字にすると間違っちゃうっていうのがありますね。僕はもうアートとかで書くんで、こういうのって絶対、まあ、東大でも出ましたしね、まあ、トフルでもめっちゃよく出るトピック。いや、この世の中アートめっちゃ重要ですから。そもそもアートの感覚なかったらこの画角だってテロップだってサムネだってあ、なるほど、全てアーティスティックなところですし、 CM だってそうですし、あれもアートなんですか。そうです。このデザインだってそうじゃないですか。 YouTube のこの画面だったりどこに何があるかっていうのもこれもアートですから、全部全てがアート。ミュージック、逆に言ったらミュージックビデオだって普通の広告だってなんだって全てアートの、ね、能力が高い人たちがいるからこそ成立してるんで。僕 iPhone の、ね、デザインしてた人友達だったんで、もう常にアートの本読んでましたよ。へー、ずっとやっぱそう勉強して知識を知れるっていうのが大事ですね。そう、 そうね、考えたことない人多いと思うんですけど。ないです、はい、ということでした、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。